ガートルード・ベインズは、かつて世界最長寿であったアメリカ合衆国の女性。2009年1月2日にマリア・デジェズスが死去したことに、伴い世界最長寿になった。カリフォルニア州ロサンゼルスに在住していた、アフリカ系アメリカ人。関節炎を患っていたため歩くことは困難だが、病気に悩まされたことはなかったという。1894年。 アメリカ合衆国上ジ,ジア州のシェルマンで生まれた。最初の記憶は、カナダにドライブに行ったことだと回想している。サム・コンリーと結婚し、娘アナベルを設けたが18歳の時に、チョーチフスで亡くしている。ベインズは晩年、ロサンゼルスのジェファーソンパークにある療養所で暮らした。105歳になるまでは一人で暮らしていた。長寿の秘訣は何かと問われた際、彼女は、神様ね。 神様に聞いてください。私は神様がお望みの通り自分の体を大事にしましたと答えている。ベインズは2008年アメリカが衆国大統領選挙でバラク・オバマに一票を投じた。大統領選への投票はジョニー F ・ケネディに投票して以来2度目だった。これにより世界最高齢者は日本の沖縄県在住の女性、四年鎌となった。ありがとうございます。